総合進学セミナーで算数を担当しております安田と申します。よろしくお願いします。今度は、丸の計算について解説したいと思います、ね。丸の計算って何やねんという話ですが、ね、もう横に書いてある通りこんな感じで丸の式が与えられているとき1丸を求めなさい、ね。そんな計算をどうやってするのかという話です。今回、解説する方法というのはおそらく、丸を計算するにあたって最も本質に近い解き方ではないかなと思うのですが、移項と呼ばれる考え方です。まず、40たす400イコール70引く500、両側に丸があって、ね、考えにくいということで丸を片方に集めてしまいた。そんな時、イコールの両側に同じ計算を加えることで、ね、何か数を消していくことができることを利用してまず両側から40を引く、両辺から40を引くことで40たす400から40を引いてただの400、右側から40を引くことで70引く40引く500という形に変形することができます。そしてまだ両側に今度は丸に入ってない数400と500がありますからこの邪魔なものを丸の反対側に集めたいのでごめんなさい、邪魔な500を消してしまうために両辺に500を足す。そうすると400たす500、400に500足して400たす500、右側からは500引く500がなくなりまして70引く40だけが残ると。まあここの計算簡単ですからなんか丸が左に来てる方が見やすいので、計算しつつ一気に右と左を入れ替えますが30イコール900、最後は、両方の辺を3で割ることで、10イコール300と求めることができます。これがね、一般に移項と言われる考え方なのですが、まあ、別にね、おそらく、皆さん習ってはると思うんですがこの引く500がイコールの反対側になると引くが足すに変わって、400足す500になったり、40前に実はこれ足すが省略されてるんですが、足す40がイコールの反対側に移動することで引く40になんてね、教わっている人もいると思うんです。そんな風に考えてもらっても全然構わないと思います、ね。あと、まあ私はあんまりお勧めしないのですがよいしょ、こんな風にね、線分図で、また線分図ですが、いうようにね、線分図に逃げてもらってもね、もうあえて言いますが、ね、線分図に逃げてもらっても、線分図というテクニックに頼って解いてもらっても構わないと思います。